はい、こんにちは、ハリーキーノです。今回はアドバイス動画パート5になります。よろしくお願いします。それでは見ていきましょう。第1試合は F91 ですね。これは固定ですね。相方が剣違うから、これキューブかな、キューブだと思います。それでは見ていきましょう。まあ、F9 といえば下角レバサブのムーブが強いんで、それをしっかりできてるかと、ベスパーの狙い方やな。あとは中距離してガバいとこがないかどうか見て。ここは浅いな。あれ多分動けたな。もうちょっとブーストダッシュはね、もっと連打してください。着地したらもう連打、もう最速連打。入力はね大事なんで、入力は早くしたら避けれると思います。無理そうだったらガード入力でもいいんですけど。でここメペなんでアシストサブして、でここのベスパーもミドルロックやったから、打つのであればちゃんと赤ロックに入ったん見てから打った方がいいですね。ミドルロックであまり意味がないんで、ここやな。あとはスカイ対面の場合、中距離で特角のモーション見たら、とりあえず下角投げましょう。スカイが特角中距離であったら基本射撃キャンセル、あとはサブキャンセルなんですけどしかないんで、それに合わせ下角やっとけば、まず下角のシールドが特角メインを防ぐん で、あの距離だったら、まあ、高度高いですけど落下すれば着地は取られないん で、もう一回特角見えたら下角バックステイ、下角レバーサブしたらいいと思うんで、中継できてな。ここはメインレバーサブでダウン取って、一旦相方が落ちてるんで下がった方がいいですね。ミロさんはあれやな、もっと赤ロックで積極的に特殊を狙った方がいいですね。向こうが対マンでガンマエブしてくんだったら、打たずに下角バックステ、下角バックステレバーサブで拒否にまくって、で向こうが諦めたり 見られてなかったら、もっと積極的に赤ロックに入った方がいい。赤ロックに入ってもベスパーとかアシスト巻いて、じゃないとダメ負けするんで F91 は。なのでもっとベスパーをいいね、ああいう狙い方いいですね。相方が覚醒を出してるか、こういう時はもう00に前分して活かせないようにした方がいいですね。ちょっと判断が遅かったかな。でここは相方が370で353やから、そう、いや今のはいい、今のはもう下角振ってもいいですね。これは相方まだ行ってるけど、噛み合ったな、噛み合って向こう抜けて、でここはこういう状況もな、もっと前部やな、横にブーストしてる場合じゃないですね。これはこれはもっと前部して赤ロックに入らないと、で特殊へ取ってフィニッシュと。まあ、特殊の狙い方は分かってると思うんですけど、その強みの特殊を狙うために赤ロックに入れてないんで、もうちょっと赤ロックに入る練習した方がいいですね。赤ロック入って向こうに見られたらすぐ下角サブあるんで、なのでもうちょっと赤ロックに入りましょう。それだけでいい気がする。入力はできてるんで、赤ロックにもっと入って特殊を打ってください。では第2試合ですね。第2試合は、バーリアントのエクプロの方か、エクプロ金星か、まあまあ乗ってんな。では見ていきましょう。これはな、シナンジュが結構めんどくさいんで、ブレイブに前サブを飛ばしつつ攻めるのが良さそうではあるが、まず見ていきましょう。中距離したら前サブですね。前サブ一択ですね。このキャラな、相手の前に入るのはすごい難しいんで、前サブ飛ばすだけだと簡単なんですよ、正直。なんで、前サブ飛ばして、相手を浮かして、前部吹かして、近づいていく。このキャラ基本的には、攻めるときは完成上昇しないんで、前部ですね。ここはコンボされて、でも相方640あるからまだ余裕ありますね。あ、減っちゃったか。減っちゃったけど、チャージはな、まあ、ちょっと強いんやけど、今作はチャージ打つぐらいやったら前サブ出して、もっとメインを打った方がいいですね。ここの N サブ狙いは良かったが、その後メインを2回打ったじゃないですか。ああいう時って相手が後ろに完成上昇逃げたりするときは、メイン一発メイン一発打つんじゃなくて、メインからの射撃亜生で2発目あるじゃないですか。上下に強い。ああいうの打った方がいいですね。一発目打った後に向こうが完成上昇とかに逃げるのであれば、2発目を派生で打った方がいいです。近距離は特殊はちゃんと打って、でもなんか N サブの使い方とかも分かってたから、ここ覚醒したいな。あ、でもまあ強化なんで、ここは終わってから覚醒したいよ。格闘を当てて、ちょっとまあなんか怪しかったけど、まあいいでしょう。ファイヤーね。そこファイヤーした方がいい。近距離はとりあえずファイヤー。ファイヤーして、まあ落ちてないからいいか。で、N サブやって、もう逃げるときは前後サブだけ打っとけばいいんで。メインからの当たらんが、これ前角、ちょっとがばかったな。
メインやってガードされたんやったらファイヤーしましょう。これもファイヤーですね。ファイヤー多段なんで結構固めれたりするんで、ここはコンボして、これは落ちてもいいですね。変にコンボをカットして相方先押しされても困るんで、深く振って前発生抜けたら向こう、まあ、ダウンしといて、ほんなら全然な、痛くも痒くもないから。問題こっからやな。向こうはミリミリやから、ファイヤーでどっち戻せるから、覚醒してファイヤー押し付けるのが一番いい。覚醒いい。覚醒して、まあ、強化中やけど、なんやこれ、サブか。これは見てなかったか、しゃあないや。しゃあないが、相方が取ってくれたんで、こっから後ろから、向こうちゃんと覚醒しましたね。偉いな。バリアントと偉いぞ。ちゃんと見えとった周りが。こういう状況は行かなくていいですよ。行かなくていい。絶対追いつけないから。V 角のフル角の指南銃。追いつけないんで、ああいう状況は、まあ、逃げときましょう。それか、相方の近くに移動く。寄らせないようにするために。まあ、メインの射撃汗の2射目の使い方と、あとはもっとメイン巻いていいっすね。メイン巻いていいと思いますよ。メインと前後差をもっと巻いて、メインの2射目使って、近づいた時のファイヤーかな。あとは相手に近づく練習をした方がいい。ほんと前ブーで。完成上昇では近づけないんで、基本は低空ダッシュと前ブー連打で近づいていきましょう。では、第3試合ですね。次はガブスレーの人が、この方はパイロット隊と、パイロット隊の方だとバリアント隊の方結構多いんですよね、送ってくれるの。まあそらそうか。まあそういう人のためにこういう企画というか動画上げようとしたんでね。なので見ていくが、この今チャージ言ったじゃないですか。チャージ言ったらとりあえずレバ特射で落下できるんで、その降りてくは対応したいですね。で、もうちょっと変形して、それはダウンしてるぞ。ダウンしてるやつによっても意味ないんでね。メインチャージを結構貯めるな。このキャラ、強化されて強くなったのが変形のゲロビなんで、変形のゲロビは狙いたいんですが、ハイニーの強振は何もできないので、とりあえず逃げましょう。何もせずに逃げる。お、いいよ。撃ったらダメですね。まあ、今の見られてなかったからいいけど、今のは変形したまでは良かったんですけど、一旦距離を取りましょう。チャージをよく貯めるのはいいんやけど、ああ、そうや。ガブスレ使うのであれば、チャージ貯めといて、特角チャージ特角ってやったら一気に上に行けるんで、それちょっとトレモに練習しといてもいいですね。便利ですよ。ここはでもバースト戦で良かった気がしますね。これはバーストいらなかったな。まあ、結構バースト配信とかね、みんな言ったりしてるから、しがちですが、ここでやってもあまり意味がないので、おお、格闘技抜けたね。とりあえずは変形をして、まずは変形をする。で、変形メインを打って、変形のアシストを出す。それをしましょう。で、チャージから、あとは振り向きメインからレバ特射。ちょっと多いけど、まあ、まとめると、チャージレバ特射の落下、振り向きメインレバ特射の落下をよく使って、で特角チャージ特角の一気に上行くやつを覚えておいて、まずこの2つでしょ。で、もう1個が変形中にもっとメイン打って、変形のメインアシストってキャンセルで、アシスト出して、をやればもうちょっと弾幕張れると思うんで、そんな感じでいいと思います。以上、アドバイス動画になります。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。